はようございます。昨日はナンバーライティコありがとうございました。海の中でナンバーライク1日目が終わりました。実はナンバーラウィーク自体は2日目だったんですけど、アミが出演するので言うと1回目です。でも今日もまた出るので2回目です。今日はよろしくお願いしますおはよう。そうです、昨日のなんか特典みたいなやつはカメラでしたね。写真撮影タイムがありました。はい、そうですね。あとキーワードも発表されてあるので、気になる方は DMM を見て最後応募してください当たるかもなのでね。はいそうです、あのね N 公演に出演させていただくことになったんですよめっちゃ嬉しいね。そう、ゆうみさんが卒業されちゃう前に出たいって思ってたんですけど、マネージャーさんにずっとね、ダメダメって言ってて、アミはその N の雰囲気に、雰囲気ですね、雰囲気にやってないからダメって言われてたんですけど、もう会うたびに言ってたらようやくいいよって言ってもらえたので、ようやくいいよって言ってもらえたからには頑張りますね。うん、足立つやみたん目の前か思ったら判定側にいてないダメそういうの楽しいですね。またね、機会があれば前に行けるように願っときますそう、本当に本当におめでとうってありがとうございますけどね、まだ出演が決まっただけなので、皆さん出演が終わってから褒めてください、たくさんお願いします。そうですね、おはようです、おはようです。今月はナンバーライティ公演と世代交代と B2 と N-SHIP 公演に出させてもらいました。だからまだここの4公演目は過去形になってるけど、まだですね。はい、なのではい、そうですね、嬉しいです。皆さん申し込みしてちゃんと会いに来てくださいそうですね、やっぱり言わないと飽きませんねって。そうですね、待ってるだけじゃ N とか特になんか自分の雰囲気に合ってないと思う公演は特にもう多分言わんと無理ですよね。でも届いたみたいでよかったですはい、頑張ります、挑戦していきます。そうなんですN に出させていただきます。おはよう、怪我しないでよ。そうですね、練習ができんくなるのでほんまに体を大事にしますはい、みたんの N 見に来て待ってますよ、待ってますN 公演だったらゆうちゃんいるから緊張しませんね。いや、余計に緊張しますね。一緒に出たいけど緊張します。あ、見せない交代じゃない、間違えた。ナンバーライティ公演の初日もゆうみさんと一緒だったんですけど、もう心臓がはち切れそうなぐらい緊張したけど、ゆみさんはずっと頑張ってねって言ってくれたので、最近は頑張れ、あ、最近じゃない、その本番は頑張れました。はい、言ってた嬉しいことってことと、そうやな、でも1個目はこれやけど、もう1個はまだ秘密です。そうです、全公演やった、いや M がアミュアで入れてないんですよ、 M 公演なので、まあいつか出れたらいいなとは思うんですけど、本当にねずっと戦った絵のに決まって嬉しいです。アミは
頑張ります。雰囲気そのな関係ねえ、実力優先だぜやって。そうやな、実力も大事やけど雰囲気も見られるので、海は雰囲気でずっと引っかかってたですね。今日のナンバラ見に行くね、今月たくさんお店に置いてあるし楽しみ、それなありがとうございます。8月かな、8月はあの世代交代が終わっちゃったから29かなのナンバラエティにしか出れなかったんですよ。でも9月は結構無茶劇場公演に立たせていただいたと思ってます。嬉しいですねおはよう、仕事行ってきます、頑張ってください。ゆうちゃんが暴走してる未来しか思い浮かばないやって、そうやな、そうやなとか分からんけど楽しみですね。そうですね、皆さんもずっと縁のお楽しみに待って見てくださった方がいっぱいいると思うので嬉しいです。さゆきちゃんと初日なんですよ、しかもめっちゃ心強いやし、まなみもゆかたんもいるんですよ、やばいよな。まずね、あみ B2 さんの初日の時が一人やったっていうのと時間が長すぎて、そうもう本当にほんま人生の中で一番緊張したっていうか焦った時だったんですよ。ほんでナンバラエティも休憩がいっぱいおったから初日は一人やったんですけど、まあ、楽しくできたんですね。みなさんもゆかたもまなみもいるし、さゆきちゃんと初日を迎えれるからめっちゃ嬉しいですよね。はい、あみちゃんの GSGK まだかなって、あみもうね一回やっちゃったんですよね。あれね、一回やったらねどうなるかは分からへんけどそう実はもうやっちゃったんですよね。そうです、はい、おはようございます。そうです、ゆうみさんのポスト見たんですけど返信しようと思ったらね、あの11時以降は投稿できないんですよ。だからちゃんと確認をしているので朝にあげます。はいそうですね、はい。あとね、前髪切りました、関係ないけど昨日ずっと言ってたやん、長い長いって。でもな、切ったんですよね。ちょっと短いかもしれん。おー、まあでもこれぐらいが一番目は好きなんですよ。ほんま何のセットしなくても目にかかることがないから。そうです、はい、そうですね。このアナさんに出れる機会もせっかくだってさ、ずっと会わへんって言われてたのに出させてもらえるようになったので、ちょっとほんまにダンスを頑張ってダンスメンバーとか言ってもらえるようになりたいですね。頑張ります。昨日は遅れで行ったけどユニット間に合った、アミとの独占権かわいかったね。アミも思います、ユニットの時にはもうあったのでびっくりしました、ありがとうございましたはい、そうやね、エンドでね、さくらさんがいないんですよ、めっちゃ悲しい。さくらさんもマネージャーさんにめちゃくちゃ言ってくださったらしいんですけど叶わなかった悲しいですね。はい、ではね、また次出る機会があれば一緒に出たいと思います。はい、そうやな、 M さんの方がアミは雰囲気に合ってないって思うかもですけど、分からへん。そう、マイティさんもおるんです、めっちゃ嬉しい。そうですね、ナンシップ公演、首振りながら歌うの大変そうだねって。首振りバス、ん、首振りどこにあるんやろ。あー、どこかでキスをとかかな、多分。確かに大変そうですね、マイティさんもナンバラの初日にもいました。みたいなの美味しい生も早く見たい、そうやな、やってみたいな。はい、
そうですね。あ、違います、お家のルールじゃなくて、もう NMB の何ですか、そのアミたちの SNS、 あのもう高校生を過ぎたら大丈夫なんですけど、中学生は一応11時まで、あその日に、あ10時までや、11時ですね、そうです。なのでまあとにかくあんまりお夜遅くに開けれないのでね、そうコメントができないんですよ。なので、まあ、朝にコメントします、後で配信が終わったら。リンク作成しちゃって、そうですね、めっちゃむずい。前髪アイドルにするな。だけどアミはね、そんなにね、あの命感はないです、あんまり。アミは肺ぐらいかな、大事めやけど、まあこれがなかったら始まらないよとか言うほどじゃないかな。まあ大事でもなかったら困る。普通が連続涙見れるとか最高ですよって、ありがとうございます。気をつけて来てくださいね、気をつけていきます。ちまこに会いたいやって待ってますよ、待ってるね、ありがとうございます。そうなんですよ、さくらさんいない、めっちゃ悲しい。でもみひなさんもおるんですよ、これは嬉しいです、めっちゃ。だから悲しいと嬉しいが入り混ざってますね。そうです、はい、あれですね、あのみひなさんずっと最近ね、アミのことをね、あのね、頭をよしよししてくれるんですよ。もうめっちゃ好き、みひなさん。さくらさんも大好きです。そうです、さくらさんはちょっと前ぐらいからようやくちゃんと話せるようになったんですよ、日本語で、はい、会話が続くようになったんですけど、みひなさんも最近なんでかな、ナンバラエティかな、それこそで喋る機会が増えて、もうめっちゃ嬉しいんですよ。はい、TikTok 撮ろうねって言ってくれました。嬉しいです。昨日ゆうちゃんのショールームでコメント入れたら軽く切れられました。見たかったな。そう、あの聞いたんですよ、あのママとパパに、ゆうみさんがショールームやってたよって。見たかった。でもね、だからね、 YouTube に上がってないかなと思ってね、昨日アミね、反省会が終わった後に調べてみたんですけどね、アミが見るときはまだ載ってなかったんですよ。そうです、泣きです。誰か撮ってないですか、皆さん。中学生は23時まで寝ないでね、過去建前、それ建前やな。23時は公演の日は多分結構不可能です。そうですね、もうリハが終わ、リハちゃう、反省会が終わるのが結構遅いかったりすると、全然11時まだ帰ってきてない日もあるからな。はい、おはよう。次は20日見に行くの、あさってやな、待ってます。そうですね、ミヒはレイポンの推しが、そうですね、レイポンの推しがミヒナさんですね。はい、日本語で、そうなんですよ。あと、あの結構話変わるんですけど、またあれですね、昨日10期生のともちゃが初めてね、ナンバラエティに出演したんですけど、あのなんだっけ、ちょっと待って、何言おうと思ったんやけな、今アミ、あ、何言おうと思ったんですか、あ、え、なんだっけ、あ、あ、そうそうそう、で、新芽が多かったんで、初めの Be Happy って言い始める位置も隣だったので、背中を叩き合いました。なんかちょっと仲良くなれた気がしてます、勝手に背中叩いただけやけど。はい、そういう感じですね。
今日の劇場公演入ります、お願いします。はい、じゃあね、ちょっとそろそろ時間なので、今日の1位をアンナちゃんということで、何書きますか。はい何書きますか。そうですね、そのうち10期で1人やったけど、ナンバラちゃんに10期おったし、8期生さんと9期生だけやったので、9期はね結構もうめっちゃフレンドリーやし、8期生さんもみんな優しいから、多分緊張はしたけどマシかな分からんけど、今日は昨日の記録抜かせるかな。あ、そうなんです、マンポケをやったら74回でもう同率なんですよ。もうあと1回多かったらってなったけど、あの動きをすれば74回も行くんやって思いました。はいはい、そういう感じですね。まみたんにお任せしてもいいやって。わかりました、じゃあお任せでやっちゃいますはい、あみはじゃあこういう感じです。待ってください。あ、でもどうやろ、顔はやばい。じゃあえ、なんかさ、クマってさパンダになっちゃうですね。なんかやってくださいね。はい、書けました書けました、待ってくださいね。はい、ちょっと待って、あ、間違えた、ハートを描いたら猫みたいになっちゃいました。はい、こんな感じです。じゃーん一応はあれですね、比喩表現みたいな、なんて言うんですか、こういうのって、なんか人をさ違うものに置き換えるのってなんて言うっけ、ちょっと忘れちゃったけど、マミとアンナちゃんですねお揃いの服を着ました。何やっけな、忘れちゃった、まあいいや。あ、擬人化や、擬人化、それそれ、擬人化ですね。はい、チーズ、あっあありがとうございます、かわいいですね。 OK、 それでは壇上呼んじゃいます。10歳ちゃんやまさん、ありがとうございます。12ちゃんしもさん、ありがとうございます。11位マッさん、ありがとうございます。10位りょうじさん、ありがとうございます。9位ひろゆきさん、ありがとうございます。8位まぼさん、ありがとうございます。7位ピロピロさん、ありがとうございます。6位おうみさん、ありがとうございます。5位ひだがこうじさん、ありがとうございます。4位まきまきちゃん、ありがとうございます。3位コスモライトさん、ありがとうございます。2位コニーさん、ありがとうございます。そして1位はドル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 ででん、アンナちゃんでした。ありがとうございました。はい、じゃあね、頑張れて頑張ってきます。まずは、じゃあ今日来てくださる方は今日何があるのかお楽しみにしててください。で終わります。せーの、アンナちゃん。へー。じゃあ皆さんはお仕事とか学校頑張ってください。はい、もう頑張ってきます。じゃあまた後で公園で会いましょうね。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。またねー。ありがとうございました。